どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA がプレミアムポイント2倍キャンペーンをですね延長発表いたしましたので、こちらについてね解説やっていきたいなと思います。ということで、やっぱりね延長発表されましたね。本当に ANA の方がですね2021年の3月か4月、まあそこら辺からねもうずっとプレミアムポイント2倍キャンペーンねやっているんですよね。で今まではですね9月30日で一旦ね終わるっていう話だったんですけども、9月の16日にね発表がありまして、11月の30日までねキャンペーン延長っていうのはね発表がありました。でですね、今回発表されたんですけども大きな変更点がね一つありますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。でキャンペーンのね延長期間なんですけども、10月1日から11月30日までっていう風になっておりまして、まあ現時点ではですね12月に関してはまだわからないわけなんですけども、まあおそらくねプレミアムポイントをね2倍にするっていうのもありますんで、まあ12月はねもしかしたらないのかななんていう風に思っております。で対象路線なんですけども、 ANA および ANA グループ運航便、国内線全路線、コードシェア便は ANA NH 便名で予約搭乗した場合のみ対象っていう風になっておりまして、対象運賃がですねマイル積算75% 以上の国内線運賃ということで、今のねプレミアムポイント2倍キャンペーンはセールとかねそういった商品の積算率 50% 以上っていうのはね対象外っていう風になりますんで、この動画出てる時にね ANA のタイムセールやってると思うんですけども、こちらでね販売されているのは積算率 50% っていう風になっておりますんで、2倍にはねならないっていった形になります。で対象のお客様は ANA マイレージクラブ全員会員っていう風になっておりまして、積算時期はですね一応記載はねされてないんですけども、おそらくね搭乗後にですね通常分のプレミアムポイントが付与されて、その1ヶ月後にね2倍になった分のねプレミアムポイントが付与されるっていった形になります。ということでキャンペーンの内容はねほとんど変わってないんですけども、一つだけね変更点がありまして、今回ですね沖縄発着の便はですね対象外っていう風になったんですよね。これねかなりびっくりしたんですけども、沖縄全体がね対象外っていう風になりますんで、沖縄、石垣、宮古とかね、まあここら辺ね全部対象外っていう風になりますんで、ここ発着するね飛行機に関しては 75% の積算率であってもですねプレミアムポイントね2倍にならないっていった形になるんですよね。いやね本当にこれねなんでこんな風にしたんだろうっていう風に思いまして、まあたまたまですね ANA のねデスクに電話する機会がありましたので、ちょっと聞いてみたところですね、一応ね ANA のデスクの回答だとね一応混雑緩和らしいですね。まあ非常にねこの沖縄路線混雑しているっていう風になりまして、まあそれをね防ぐために、まあ今回このプレミアムポイント2倍キャンペーンで沖縄をね全体的に外したっていう感じらしいんですよね。まあわかるっちゃわかるっていう気がねまあしないでもないですよね。私のお勧めしていたねバリュートランジット28年も東京沖縄石垣の往復っていった形で、沖縄も石垣もね入ってますもんね。まあそれ以外にもね羽田那覇っていうのはね本当に主要の王道路線っていう風になりますんで、まあプレミアムクラスなんてねほとんど空いてなかったりしますんで、まあそういうのもねあるのかなっていうふうに思うんですけども、まあ私はね関東に住んでいてメイン空港、まあ出発空港はね基本的に羽田空港を利用させていただくっていった形になりますんで、まあ沖縄宮古石垣をね外せばいいだけの話になるわけなんですけども、これね沖縄に住んでる人たちちょっとねかわいそうですよね。沖縄に住んでる人たちは沖縄からどっか行くってなった時にもこのプレミアムポイント2倍キャンペーンねどっかまで行った後にやんなきゃいけなくなりますんでね、これはねちょっとどうにかしてあげてほしい部分はねありますよね。っていう感じでね沖縄、宮古、石垣ね、こちら発着する便はですね、すべてこのプレミアムポイント2倍対象外っていう風になりますんで、まあ、私みたいにですね、緊急事態宣言の影響等々でね、修行止まってる方ね、中にはいらっしゃるかなっていう風に思いますので、本当にね、注意していただきたいなっていう風に思います。羽田、那覇のね、プレミアムクラスとか乗ってもですね、まあ、普通にね、プレミアムポイントはね、もらうことはできるんですけども、2倍にはね、なりませんので、注意ねしていただければなと思います。
それでは次にですね、沖縄がね塞がれてしまったっていう風になりますんで、長距離路線等々も含めたねちょっとおすすめ路線を紹介させていただきたいなという風に思います。ちょっとこんな感じになっておりまして、福岡から札幌、こちら、プレミアムクラスですね。ここはねまあおすすめっていうよりかは、福岡札幌はね一番ね長距離路線っていう風になりますんで、ここがね距離でね稼ぎたいなっていう方であればですね、ここがねいいのかなっていう風に思いまして、こちらもね入れさせていただきました。福岡から札幌ですね、株主優待運賃でプレミアムクラスで 43,480 円で、5210プレーンポイントということで、PP 単価はね 8.3 円ですね。まあこれ2倍して 8.3 円なんで、まあ全然すごいいい路線ではないんですけども、まあ稼ぎやすいっていう路線ですね。羽田那覇みたいなね、まあそういった感じですかね。で羽田からね最長路線だと羽田鹿児島はね PP2 倍キャンペーンでね適用されるところだとこの路線っていう風になっておりまして、羽田鹿児島の、株主優待運賃割引でプレミアムクラスですね、 32,390 円、プレーンポイントが、3,804PP で単価が 8.5 円ということで、このね書いてあるプレーンポイントはもう2倍はねされている数字っていう風になりますんで、まあ、これがね倍にならないですからね、その点は注意してください。でバリュートランジットもね結構ねちまちま調べさせていただいたんですけども、こちらがね結構いいかなというふうに思いまして、抜粋ねさせていただきました。福岡から中部を経由した札幌、こちら、51,340 円で、7422PP 単価が 6.9 円、羽田札幌根室、こちらが36,460 円、5728PP 単価が 6.3 円で、伊丹東京函館、ここはねちょっと単価上がるんですけども 48,380 円、5824PP で 8.3 円で、ここはねまあなんで入れたんだって話なんですけど、これねただ単にちょっといろんなね場所から探したいなと思ってこれもね1個入れさせていただいたんですよね。そう、ここはねちょっと単価が高いんですよ。で、次ですね、関西羽田富山ですね、こちらね単価結構いいんですよ。 5.5 円ということで 24,140 円、4336プレーンポイントで、ここね単価ね結構いいんですけども、ここね日帰りができないんですよね。ですんで絶対1日1便しか行ってないんで、行ったらね翌日の便で帰るみたいな、まあ、そういった感じになりますんでね、この点は注意してください。次に、札幌羽田鹿児島ですね、ここもねここはね調べた感じだと一番良かったですね、バリュートランジット28で普通席 39,000 で、8264プレーンポイントということで、PP 単価 4.7 円という風になりますんで、まあ、ここもね結構いいのかなという風に思います。まあ私がねあくまで自分で調べた価格っていう風になりますんで、まあある程度ね前後しちゃう部分はねあるかなという風に思うわけなんですけども、まあこれからね修行路線ね探している方はですね、ぜひね参考にしてみていただければなと思います。私もですねまだ 62,000 プレーンポイントぐらいで止まってますんで、あとね 38,000 ぐらいはね稼がなきゃいけないんですよね。本日ねこのプレーンポイント2倍キャンペーンが発表されて、まあ私はね10月以降もまあいろんな路線ね行きたいなというふうに思ってたんですけども、まあその中でもねとりあえず羽田沖縄っていうのはね、まあ1回か2回はね入れようかなというふうに思ってたんですけども、まあこれがね使えなくなってしまったっていうふうになりますんで、まあいろんなところをねバリュートランジットね利用していろんな空港行ってみようかなというふうに思っておりまして、まあ前回ね ANA 感謝の日でね話したと思うんですけども、10月にね羽田宮古島のプレミアムクラスのセールで私も購入してるんですよね。そこがね2倍にならないっていうのはねちょっとね、あの時はね9月30日までで、まあ多分延長して沖縄も対象になるだろうなっていうふうにね思って購入したんですけども、まさかね2倍にならないっていうねちょっと残念な感じになってしまったんですけども、まああとね 38,000 プレーンポイントねちょっと頑張っていきたいなっていうふうに思っておりますので、これからねまだ修行される方はですねぜひね参考にしてみていただければなと思います。ということで今回ですね ANA がねプレーンポイント2倍キャンペーン延長ね発表しましたので、動画ね
解説させていただきましたけども、いやーなんだかんだね、3月4月から始まってもう2021年はね、ずっとプレミアムポイント2倍キャンペーンをやってたっていう感じですよね。ここまでねキャンペーンをずっとやっているとですね、ステータスの延長っていうのはおそらくないんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけども、皆さんどう思いますかね。先日ね JAL が追加のね、ボーナスフライオンポイントね適算するのを発表しましたよね。まあそれと一緒にサービスセレクションのね獲得条件も、発表して、結構ね賛否が分かれている部分もねありますんで、どうなんですかね、延長するんですかね。ちょっと私はね ANA も JAL もね結構下駄履きとかキャンペーンとかやってるんで、ステータスの延長っていうのはねもうやらないんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけども、まあ皆さんね各々意見あると思いますので、ぜひねコメントで教えていただければなというふうに思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。